F1 ライフニュースの時間です。タチアナ・カルデロン、2020年はスーパーフォーミュラに参戦。アルファロメオのテストドライバーを務めるタチアナ・カルデロンが2020年に3ボンド・ドラゴ・コルセからスーパーフォーミュラに参戦することが発表されました。カルデロンは26歳のコロンビア人ドライバーで、昨年 FIA F2 に参戦しランキング22位、すでに3度の F1 テストを行っています。スーパーフォーミュラへの女性ドライバーの参戦は史上初となります。ということで、はい、解説の太郎さん、はい、どういうことでしょうか。まあいよいよ、スーパーフォーミュラにね、はい、女性ドライバーが、はい、しかも、F1 マシーンをね、はい、乗ったことがあるという、はいはい、現役バリバリの F2 ドライバーが、はい、うん、まあスーパーフォーミュラにやってきたということで、まあ良かったですねと。だいぶなんか薄い解説ですけど。F1 ゲートにはおそらく史上初と書いてあったんですけど、おそらくでいいんですか。なんかそのスーパーフォーミュラでは初めてだけど、はい、その前の、フォーミュラ日本とか、はい、なんか全日本 F3 戦とか、まあどっか乗った方がいらっしゃったみたいですよ。あ、そうなんですか。はい、別の記事ではなんか一人いたっていう。ただちょっと名前まで載ってなかったんですけど、はい、記憶にはないんですけど。そうですね、うん、女性ドライバー、うん、まあまた皆さんどうぞコメント欄でやっちゃってください、はい、まあ、スーパーフォーミュラに関しては初ということですね。初ということで、はい、うん、はい、うん、まあまあということで、まあまあ太郎さん何も解説することはないんですけど、このまあでもこのカルデロンって F2 でもなんか参加賞みたいな。そうですね、まあ正直ちょっと、ね、レベル的にはやっぱりちょっと厳しいかなっていうのがありますよね、うんうんうん。このカルデロンさんと、まあ、同じフィールドにいないからあれだけど、ダブルシリーズでチャンピオンになったこと、どっちが早いんだ。今だからアジア F3 に参戦してるんですよね、うん、タチアナもその、うん、ダブルシリーズでチャンピオンになったジェイミー・チャドウィックも参戦していて、チャドウィックのが上なるほどっていうと、ピエトロ・フィッティパルディも、うん、カルデロンより下あららっていうところに頑張れよ立ってるんですけど、まあちょっとね、FIA F3 アジアもちょっと、ね、はい、ネット中継でしか見れてないんで、詳しくは我々もフォローできて、なんでこんな後ろ走ってるんだろうねみたいな感じですからね。まあ何かね、理由があるんだと思うんですけど、なのでまあそこはあまりはっきりしたことは僕らは見えませんけど、うん、まあ、タチアナに関して言えば F2 はちょっとまあ、うん、ギリかなっていう感じの、うん、まあ F2とスーパーフォーミュラの違いってまあよく言われますけど、はい、やっぱりスーパーフォーミュラのコーナー早いんで、うん、体にかかる負担も大きい、うん、ただ F2 は、コーナーは遅いけど、うん、パワステがないんで、はいはい、ステアリング激重なんですよね、うん、それって、まあ、女性ドライバーでちょっと苦労してるっていう部分も多分あると思うんで、はいはい、そういう意味ではもしかすると体力的にはスーパーフォーミュラの方がちょっと楽かもしれない、パワステがついてる分、うん、その例えば鈴鹿の S 字みたいなところは首相当厳しいと思いますけど、うん、そういうところじゃないところで、まあ、基本的な部分は意外と適応できるかもしれない。あ、なるほど、うん、まあ、パワーステアルダシはもう全然違うもんね、うんうん、なんとかその首の負担だけ、うん、まあ、耐えられるような体になってくると、まあ、走れるかもしれない、うん、まあ、これでも突然降って湧いたらね、冬のテストには乗ってないし。そうですね、うん、もう多分テストないんでしょ、うん、開幕前のテストまでない、ね、タイヤテストあんのかな。ないと思いますけど ね、まあ、あったとしてもタイヤテストは1日あるだけだよね、きっとね。で、まあ、開幕前3月のテストですか、うん、はい、まあ、ね、チーム側も、資金持ち込みが必要だっていうことと、うん、まあ、タチアナの方も一応そのテルメックスの、はい、スクデリアステルメックスっていうその育成プログラムで支援を受けてるんですけど、はい、ただまあ多分 F2 に参戦するのとはちょっと資金が足りない、うん、なるほど、かなりまあかかりますからね、うん、でまあ自分のそのドライビングの能力的にもちょっと今 F2 に出てもまあ上位で争える状態にないですから、うん、まあそう考えるとスーパーフォーミュラっていうのが一つ選択肢としてありなのかなっていう、まあ、チーム側の利害と、うん、ドライバー側の利害がまあちょうど一致したんで、まあ、こういう契約に至ったんでしょうけど、うん、まあ言うてもね、ドラゴコルセも出戻りでのチームで、はい、うん、まあ、今 その新しい車、うん、SF19 の経験はないですよね、で一大体制ですから、
ね、立ち穴もね、ポン乗りっていうのは、うん、まあ相当厳しいとは思いますよ。うん、まあ、本当に、あの、何秒単位で遅い可能性はありますよね。あるよね。うん、なんで、そんなことしちゃったんだろうね。うんうん、まあでも、ホンダはドライバーの人選にガタガタ言わないから優しいですよね。合車とは違って。確かにね、はい。エンジンも引き上げないし。その通り。まあ、立花は今まで3回 F1 のテストをやってるんですけど、はいはい、ただテストといっても、うん、まあ、プロモーションランみたいな感じで、そのバリバリの、いわゆる公式のテストセッションではないし、はい、あ、なるほど、フリー走行 FP1 でもないんですよ。でも流しただけってことね。まあ、ある程度の速さでは走ってるんですけど、はいはい、最初に走ったのが、2018年の10月、うん、2年前のメキシコグランプリの前だったか後だったかに、はい、当時のその最新の F1 マシン、2018年型のザウバーで走ってるんですよね。ただそれはフィルミングデーで、まあ、100キロ走っただけ、うん、あのメキシコのサーキット、はい、で、あとその翌年に、まあ、ちょっとまあチームとその開発ドライバーというかテストドライバーの、まあ、ステップ踏んでいこうということで、はい、テストをやってるんですけど、はい、それが、フィオラの、フィオラの、はい、フェラーリのテストサーキット、まあ、ちっちゃいサーキットなんで、うん、1周3キロ弱のサーキットで、走ってるんですけど、それは2013年のザウバー。ああ、結構前のやつね。はい。はい、佐藤公也選手が乗ったやつですね。なるほど、なるほど。はい。で、まあ、それもプロモーション用のタイヤですね。うん、あの、古い車であれば、うん、プライベートテストは、まあ、自由なんで、2年以上前の車であれば。ああ、なるほど。なので、まあ、規定に引っかからない2013年型で、はい、フィオラノで走ってると。なるほど。まあ、2日間で、約600キロ、594キロ走って、はい、タイム的には、はい、2018年のジョビナッツィがフェラーリで、はい、56秒99っていうのを出してるんですけど、はい、まあ、タチアナは58秒8でした。はい、まあ、2秒落ちぐらいですね。すね、はい、まあ、車の違いもあります、はいはい。タイヤの違いもありますけど。まあ、そんなにだから悪くはないけど、すごい良くもないっていう。まあ、フィオラのすごいちっちゃいサーキットでこうくねくねしてるから、まあ、そこまでそのドライバーの腕を見るっていう感じではないと思います、はい、で、あと2019年の8月にもポール・リカールで、はい、またこれも2013年型で走ってます。うん、なるほど。ただまあ、そんな感じなんで、本格的なその、周りの人と比べるっていうテストはやってないんですよね。だからまあちょっと実力的にはまだ、うん、少なくとも F2 で見る限りではちょっと他の F1 に上がってくるレベルの人たちと比べると、うんうん、ちょっとまあ足りてないかなっていう感じなんで、うん、ちょっとまあ経験不足のままスーパーフォーミュラ乗るのはちょっと怖いですよね。そうですね、うん、どうなるかなっていう、うん、そのお金さえ用意できれば乗れるのかみたいなところはちょっと感じますけどね、うん、大丈夫なのかなっていうのはちょっと不安はある感じですかね、うん、まあ、去年もねスーパーフォーミュラーはリアルのレースとかは、はいはいはい、やっぱりね、うん、乗ったけどやっぱりもうちょっと無理っていう風になっちゃったじゃないですか、うんうん、まあドラゴーコルセーもね、うん、戻ってきて、まあ、ちょっとやっぱり首斜めのまま喋りたくなる感じの人選ではありますよね。首斜めの。いや、何しに戻ってきたのかなっていう。まあ、いろいろ事情があったんでしょうね、うん、大人の事情が。大人の事情はね。うん、まあまあ、急に降って湧いて戻ってきたチームだから、まあ、ドライバーもね、まあ、降って湧いて。まあ、またみんな、あんまり喋るとみんなに怒られるから。どうぞ皆さん自由に、議論してください。何言っても怒るんでしょ。まあ、でも、ちゃんとしたことは言ってると思いますけどね、うん、我々は。うん、まあまあでもね、実際、まあ、応援してる皆さんもね、本当にスーパーフォーミュラー乗れないんじゃないっていうコメントもね、たくさん。かわいそうだよね、でもね、本人もね。またこう、7戦しかないから、こう、間もまたこう空いたり。そうですね、うん。最後まで見てくれるといいですけどね。うん、まあ、ね、遅くてもゆっくり走って何とかするのか、うん、ちょっともう無理っていう話になる。本当にだから何も一度も乗ってないのにその契約しちゃってるっていうのが、まあもちろん F2 に今もう経験があるからっていうのはあるにしても、うん、でも F2 とスーパーフィラーの差も結構大きいですからね、うんうん。そこがちょっと心配かなっていう気はしますけど。うん、まあまあ、まあでもね、乗ると決まった限りは。まあ本人はその F1 も乗ってるから、うん、乗れないっていうことはないだろうと。うんうん、
まあ、どれぐらい周りとの差があるかは別として、うん、乗れないっていうレベルじゃないとは思ってるんでしょうけどね。まあまあ、あの、頑張ってそこそこ戦ってくれないと、また彼女に、ね、続いてるね、うん、女性 のドライバーの人たちのためにもやっぱり頑張って乗るからにはね、頑張っていただきたいなと思っております。はい、皆さん早くね、開幕。あれ、開幕富士鈴鹿鈴鹿かな、うん、まあ、これでね、別にあの我々の心配が気運に終われば、うん、もういいです。開幕からいい走りして、ね、上位で走ってくれれば、それはそれで、そうですね、スーパーフィナーにとっていい、まあ、宣伝というか、うんうん、ね、いいスターになるでしょうから。そうですね。はい、じゃあ皆さんぜひね、サイトに応援に行ってあげてください。はい、はい、ありがとうございました。